久しぶりの休暇だった。私は愛車を走らせている。穏やかなリゾート地、サイレントヒルに向けて、暗闇の中にエンジン音を轟かせている。ちょっとした愛車のトラブルでこんな時間になってしまった。私はハリー・メイソン、しがない物書きである。助手席のシェリルはまぶたを閉じ小さな寝息を立てている。シェリルは私の娘だ。明るく活発で時折見せる屈託のない笑顔は私を幸せな気持ちにしてくれる。職業柄人との関わりが少ないこともあって、シェリルの存在は私にとってかけがえのないものとなっていた。今回の旅をシェリルはとても楽しみにしていたのだった。舗装されているとはいえ山道である。この時間早々運転者がいるわけもない。私はアクセルを踏み込む。闇の向こうに光はない。ヘッドライトだけが頼りである。ルームミラーに光が反射する。バイクだ。こんな真夜中に我々と同じ目的地に猛スピードで向かうバイクがいる。そのバイクは爆音を立て悠々と私の運転する車の脇を通り過ぎていく。警察の印象。事故でもあったのだろうか。ラジオでは事故に関する情報などなかったはずだが。シェリルは眠っている。子供が起きている時間ではない。何の夢を見ているのだろうか。明日は遊園地に連れて行くことになっていた。メリーゴーラウンドに乗る夢でも見ているのかもしれない。私はシェリルの寝顔をちらと見やると、再び前方に視線を戻した。まるで闇から吐き出されるようにライトで照らされた初動が私の元へと流れてくる。何かが私の視界に入る。先ほどのバイクだ。路肩に横倒しになったバイクは間違いなくさっき私を追い越していったバイクだった。運転者の姿はない。まるで何かの障害物を避けるかのように側道の岩肌に激突して、その一部は破壊されている。私は慎重に車の滑り行く先を確認している。しかしヘッドライトで照らす限り進行の妨げとなりそうなものはない。不穏な空気が周りに立ち込めている。ラジオの電波が不安定になってきている。引き返そうか。だが私の足は執拗にアクセルを踏み込んで、それをやめようとしない。もう引き返せない。私の内部で何かがつぶやく。さらにスピードを上げなさい。私の内部で誰かがつぶやく。シェリルは目を閉じている。彼女は夢を見ている。私は覚醒しているはずだ。なのにこの胸騒ぎは何だ。全身が自分のものではないような感覚。誰か、自分ではない得体の知れないものに動かされているような浮遊感。まぶたが重い。ハンドルが私の手を離れ、勝手に進路を決めているかのような錯覚。凍るような寒さ。不安。睡魔にも似た朦朧とした意識。それすら保つのが限界である。ああ。路上に人影を見たとき、ハンドルを大きく切った私は車ごと崖下の闇へと落ちていくしかなかった。静寂が耳を刺す。吹き抜ける風は差し抜けるほどの冷気を伴っていた。ここはどこなのか。まぶたを通してうっすらと光を感じる。怪我はしていないようだ。体に痛みを感じないことからもそれは明らかだ。いや、痛みを感じないほどの怪我を負っているのかもしれない。私はゆっくりと重いまぶたを開いてみる。季節外れの雪が街に降り注いでいる。氷の粒が地面を叩く音以外に聞こえるものは何もない。サイレントヒル。確かに側道の看板にはそう書かれている。私とシェリルが目指していた場所にいつしか到着していたことになる。それまでの記憶は皆無である。吹き込む風。私は脇を見やると愕然とする。助手席のドアが開け放たれている。シェリルの姿が見えない。サイレントヒル。リゾート地であるはずのこの街は、なぜかまるでゴーストタウンのように、あるいは我々の到着を待っていたかのように、あるいは街から我々のもとにすり寄ってきたかのように、そこにあった。そして私は今一人である。シェリルの姿はない。私が眠っている間に、いや、気を失っている間に、シェリルは助手席のドアを開け、不気味な静寂に支配されたこの観光地に一人で降り立ったことになる。そしてどこかを目指して私から離れていったことになる。ジャケットの襟元をしっかりと締めると、私はシェリルを求めて歩き出す。一体何が起きたというのだろう。全てがおかしい。静寂、時期外れの雪、そして何よりも町全体が深い霧に包まれているのだ。どうなってるんだ。町に誰かいないものか。私は私以外の人の存在を確認しなければと考えた。ここは確かにサイレントヒルだ。あの店の看板には見覚えがある。昔まだ私が若い頃、一度だけここを訪れた。全ての店や家屋がその扉を固く閉ざしている。いや、中には出入りとの開かれた店もあるが、その中に人の気配はない。忽然と人間だけが姿を消してしまった、そんな感じだ。私は走り出す。私の足音だけが周囲にこだまする。シェリルは一体どこに行ったのか。誰かに連れ去られてしまったのか。さまざまな不安が脳裏を駆け巡る。ふとした瞬間、私は自分以外の足音を聞いた気がして、そこに立ち止まってみる。濃い霧の向こうに子供ほどの大きさをした影が見えている。シェリル、私は思わず声を上げる。影はピクリとも動かない。私がゆっくりとその影に向かおうとした瞬間、影は走り出す。私はその影に向かい、猛然と追いかける。あれはシェリルに間違いない。うっすらとではあるが、私はシェリルを見間違えたりしない。だがいくら走っても追いつくことができない。むしろ徐々に距離を離されている。まるで宙を移動するように、その影は速度を増す。霧に吸い込まれるように消えゆく影。それを私は見失わないように、視界の中央に留めながら全力で走っている。気がつくと私はビルに囲まれた裏路地まで来ていた。どうしたというのだろう。つい今まで光の差していた空が、まるでその蓋を閉じたかのように、周りは闇に包まれていった。暗闇から複数の足音がこちらへ向かってきている。この場から逃げよう。武器になるものなど持ち合わせていない。逃げよう。だが今来た道を後戻りすることはできない。そちらの方向にその不気味な存在がいるために。さらに奥へ。私は次第に細くなっていく。真っ暗な通路を手探りで進むよりなかった。しかし私のたどり着いた先は袋小路だった。周囲は鉄の柵に囲まれており、あまりの高さに乗り越える気さえ起きない。後ろから私は身構えた。なんだあれは。獣のような息巻き。それが私のいるすぐ近くまで迫り来ていた。ああ。そして私は見たこともない奇怪な形状をした化け物に正気を吸われ、やがて気を失った。シビル・ベネット。サイレントヒルの隣町プラマに常勤する警察官である。カフェには彼女とハリーの他に人の姿はなかった。彼女はカウンターに腰掛けると、ハリーが眠りから覚めるのを待っていた。私は急激に覚醒した。ここはどこだ。なぜ私はここにいるのか。誰にここまで連れてこられたのか。夢と現実の境もなく、ただ迷いだけがあった。カフェの中のベンチに横たえられていた私の目が徐々に焦点を合わせていく。カウンター席に腰掛けたその女性は立ち上がると腕組みをして、私を見下ろす位置まで歩み寄った。警察の服に身を包んだその女性はわずかな笑みをたたえ、私の意識が戻ったことに少し安堵しているようだった。気がついたよね、君は。私はその見覚えのない女性に話しかけてみる。私はシビル・ベネット。突然この町から連絡が途絶えたから心配になって調査しに来たってわけ。私はハリー・メイソン。観光のために娘を連れてこの町に向かっていたところで事故に遭って気を失って。そうだシビル、この町で小さな女の子を見かけなかったか。小さな女の子。いいえ、見てないわ。私が事故の後気がついた時には娘の姿が見えなかったんだ。助手席のドアが開け放たれていて、いなくなってしまっていた。シェリル。あ、すまん。娘はシェリルというんだが、彼女は臆病者だから、こんな薄気味悪い町に一人で降り立ったというのは考えにくい。私は運転席にいたわけだし、私に何の断りもないというのはどうも腑に落ちない。君はこの辺りに土地勘はあるのか。人気は全くないし、この時期に雪だなんて。この町に一体何が起こったというんだ。私はため息混じりに言った。私にもわからない。あなた以外にまだ人間は見ていない。まるで町全体が墓場のように静まり返っていて、隣町に連絡しようにもその手段すらないのよ。そうか、あなたも事故を起こしたのね。この町の警察署を目指して一人でバイクを飛ばしてきたのはいいものの、ちょっとスピードを出しすぎたわね。道へ急に飛び出してきた女の子、確かに女の子だったと思うわ。危うく引いてしまいそうだったの。その子を避けようとしてハンドルを大きく切って、その後はほとんど覚えていない。気がついたらこの店の前の路上に倒れていたわ。とりあえず雪を避けてこの店に入ったの。そしたらあなたがそこで眠っていたというわけ。私はなんだか恐ろしい夢を見ていた。ここまで自力でたどり着いたのか全く覚えていないが、この町に一体何が起こったんだ、何がどうなってるんだ。とにかくこの状況は異常だわ。私は隣町まで戻って応援を呼んでくる。あなたはシビルは立ち上がると毅然とした態度で襟元を整えた。私はシェリルを探さなければ娘を放っておくわけにはいかない。そう、じゃああなたにはこれを渡しておく。この状況では何が起こるかわからない。身の危険を感じたら迷わず引き金を引くのよ。私は銃を手に取る。ありがたいが銃器は苦手だ。ありがたいが銃器は苦手だ。触れたことすらない。私には使えない。シビルは呆れたため息を一つ。簡単よ、教えてあげるわ。いいかしら。まず右手で握り、人差し指を引き金にかける。私は彼女の言うことにしぶしぶ従った。後悔。そうしたら左手を右手に添えてぶれないようにするの。あとはここをスライドさせ、狙いを定めて引き金を引くだけ。後悔。発射された弾丸はシビルの方をかすめ、店内の壁に突き刺さり、かけられていた額縁が一つ落ちた。ちょっと危ないじゃないの。すまない。言われた通りやっていたら、ついじゃないわよ。あと数センチずれてたらあなた殺人犯だったわよ。私はさらに自信を失った。まあいいわ、気をつけて扱ってちょうだい。それじゃあ行くわ。店内には扉の閉まる音が悲しく響いた。カフェの中に一人残された私はしばらくの間、シビルから預かった拳銃を見つめていた。そしてこの街で姿を消したシェリルのことを思った。霧の向こうに映った影、あれは間違いなくシェリルだった。だが私の問いかけに答えることもなく、私から遠ざかるなどということがありえるだろうか。わからない。頭がこんがらがりそうだ。だが一つ明らかなことは、シェリルがこの街で消えたという事実。探すしかない。土地勘も手がかりも何もない状況だが、ここにいてはシェリルは見つからない。私は勢いよく立ち上がるとカフェのドアに手をかけた。何かが鳴っている。何の音だ。カフェの中のどこかに。私はカフェを見回す。音の鳴る方向へと歩み寄る。そしてその音の源を拾い上げる。ラジオ。その瞬間、大音響とともに窓ガラスが割られ、巨大な鳥のような生物が室内へ飛び込んできた。いや、鳥ではない。まるでやけどを負ったかのような石灰色の肌をした生物。淡い緑色をしたその光線的な眼球は明らかに私の命を脅かすものだった。私はテーブルの下に隠れる。私はとっさに近くのテーブルの下に隠れた。しかしそれは思ったよりも頭がいい。一見か細そうな両足が大きく開き、長い爪を器用に使ってテーブルを持ち上げ、高らかな笑い声を上げた。仕方がない。どうやら戦うよりないようだ。しかし闇雲に銃を乱射したところで弾を無駄にするだけだ。そうだ、狙いを定めなければ。胴体だ。羽を広げ、無防備になったその瞬間に、大きな羽のような腕のようなその武器は私の首をからんばかりに振り下ろされた。チャンスだ。狙いは胴体。私は自分に言い聞かせるようにつぶやく。だがなかなか照準が定まらない。震える手。一発の銃弾がそれを撃ち抜いた時、それはようやく生きる力を失い、まるでボロ切れのように床に叩きつけられていた。なんてことだ。夢じゃなかったというのか。一体どうなってるんだ。カフェにはテーブルを叩いた私の拳の音だけが響いていた。足元にはまだ生温かい化け物の死骸が不気味な色をした液体のその中央に横たわっている。カフェを後にした私はとりあえず先ほどの裏路地に向かうことにした。上空には黒い影が獲物を探すように飛来している。そして私はある法則に気づく。その動きに合わせてラジオのノイズが変化しているのだ。化け物が私に接近すればするほどノイズの音は大きくなる。霧で視界が悪い上に雪まで降っている悪天候だ。これは非常に重要な情報となる。やむ気配のない雪の中を私は走っていく。ラジオにノイズが入るたびに速度を上げながら霧の中を進んでいく。細い記憶の糸をたどりながらようやくさっきの路地に到着した。邪悪な空気は消え、ビルの狭間には雪とともに光すら降り注がれている。しばらく行くと路地は袋小路となっていた。突き当たりには見覚えのあるスケッチブックが捨てたように置かれていた。スケッチブックの表紙にはシェリルが描いた私の似顔絵があった。これはシェリルのものに間違いない。私はそれを開いてみる。中には赤いインクでこう書かれている。学校へ。